ひとしまん駅は、島根県大田市にまちょうじんまんにある、西日本旅客鉄道3位本線の駅。事務官コードは64万751。一年計査時計で有名なにまサンドミュージアム及び、世界遺産岩見銀山の最寄り駅。島式ホーム一面二線を持ち、行き違い設備を有する地上駅である。ホームマスダより海側に設けられた駅舎から、校内踏切で、 ホームへ向かう。浜田鉄道部が管理する直営駅であり、窓口にはポス端末が設置されているが、早朝と夜間は無人となる。また駅車内には自動券売機が設置されている。かつてはキオスクがあったが、撤退し自動販売機コーナーとなっているほか、一部はニマタクシーの事務室と待合室で使用している。また、屋根瓦が青色である。 2021年6月30日までは JR 西日本よなごメンテックによる業務委託駅であった。2番乗り場を上下本線、1番乗り場を上下副本線とした一線スルーのため、行き違いや対比がない限りは、基本的に上下線とも2番乗り場に発着する。停車列車同士の行き違いの場合は、マスダ方面行きが1番乗り場、出雲市方面行きが2番乗り場に入る。 また、かつては、一往復の未等駅で折り返す普通列車もあった。2021年春のダイヤ改正で、快速列車が減便された補填で当駅折り返しの普通列車が、増田駅まで延長された。2018年度の1日平均乗車人員は299人で、ある。2004年度は420人、1994年度は519人。 1984年度は695人だった。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ニマサンドミュージアム、岩見交通バス特急、スーパー松風、快速、アクアライナーの隣の停車駅は各列車記事を参照のこと。ありがとうございます。